まあ書いての通りでございますあるんですけど、これリアルナンバーでこのなんかユーロみたいなマークっていうのは一回言っときますね。例えば A と B で B の中に入るってなったら B で A ってなるんですね。でこのマークはこの一つ一つの要素ですね。要素だから集合じゃないわけ。これは集合なんです。集合が入る入らないなんですね。でここに1本ユーロマークみたいに入っちゃうとこの要素が入ってるっていう意味ですね。これはある程度リアルナンバーなんで実数だと XY が実数だとそれだけのことです。まあちょっとこれは余談の話なんですけどね。でそうなった時に x 乗プラスは xy プラス y 乗が3、まあ小なりイコール3っていうけど、このグラフ書きなさいって書けないよね。多分楕円の曲がったやつがこんなのができるんじゃないかなとか、まあそれは分かりませんが、まあもう普通じゃ書けませんけど、まあとにかくこういう範囲の3以下だとさ、で次ここまではいいんですよ。これを条件を満たしている時にラージ X を X たす Y としましょう。でイメージとしてはね、例えばこの図形があったとしましょう。さあこの点の X と Y があったらこの XY から X たす Y を作る。それとこれとこれかけた XY を作り、これをラージ X としてこれをラージ Y として図を書きましょう。どんな図になりますかという話です。でこれは3以下なんで多分こういう内側になるんですね。したらこの図形の領域がどういう図形になるんですかという問題ですね。だからこれ変換してるんですね。この図からこの図に変換してるということです。で悩ましいのは足したのをそれぞれの1個の点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 を足したのをラージ X かけたのを Y するって全部やったら気が狂いますよねこれ。だからまあ式でなんとか頑張っていきましょうって話ですね。でまあその時にこの変換っていうのが簡単にできたらいいよね。すごくいいよね。でそれは大学で習うというか習います。いいですか、このやり方。ここからここに全部持っていくやり方。例えばここで言うのはね、例えば y イコール 2x な3ってなったら、すいませんこれ数字を考えますけど、1を入れたらこれ5になります。5になります。いいですね。でこれを、写像っていうんですか、まあ、これ数3で習うんですけど、だから1から5にいくと。でこれを fx って書くわけでしょ。関数で言って f1 は5と書くわけです。1を入れたら5が出てくる。でこれが1を入れて5じゃなくて1を入れて5とか1を入れて8とか1を入れて9とかなって答えがたくさん出たら、これは数学じゃないです。一つの値に対して一つ対応できるから数学が成立するわけですね。だから、この写像っていうのをやります。で同じようにこれもここからここですから、これはどういうことかというと fxy がなんか新しい gxy、 これいうふうに今度は2つの2次元になるわけですね。2次元になります。ただ残念ながら昔は高校でこれ習ってたんですけど、今高校で習わなくなってしまったんです。ところだけど入試はこういうのが頻繁に入ってきます。いいですね。でまあこの辺は余談の話なんで、ちょっと消しますね。これそういうふうな話だということですが、じゃあ今から、解くんですが、まずそのなんとかラージ XY の式にこれをチェンジしたいよね。そうですよ、今スモール XY だからラージ XY でしなされだから。でもこれを見たらなんとなくこうかなと、まあこれになるのは分かりますね、なんとなくね。で次にそしたらこれうまくいった方なんですな。過不足なくちゃんと X 足すと Y と XY が出てくれたんです。これラッキーなんです。でこれで X 足す Y が X だからやったと、こうなった。要するにラージ X の式になりました。おバッチグーとしてこれを移項すると、すいません目が泳ぐかもしれませんけど、これこっち移項して、3をこっち移項するからこうですか。よろしいですか、私計算間違いますかね。これぐらいですね。そしたらお X でY はちゃんとラージ X としてこのグラフってちょっと色を書きましょうかね。マイナス3でこのくらいかけますわな。こうだ。であと不等式なんで、前からも何度も言ってるけど、これ大なりイコールだから上だとか平気でやっちゃダメで、やっぱ00を大にしてみましょう。やっぱりね怖いんですよな。そしたらこれ正しいですわな。これ正しいよね。絶対0以下でしょ、マイナス3。ってことは00がある側だからこうだということで、あ、答えこれだっていうふうにやっちゃうと0点になります。一応これまでいいんですよ。言ってるんです、言ってるんです。君もグラフから間違ってましたね。はい、はい、だけどここまでいいですか。いいんですけど、じゃあそこでですね、実はこれが答えなのかっていう時に、ここからが今日の学びです。今日の学びなんですけど、まずそのすごいのは要するにこの中のこのかければ円っぽい、楕円みたいなこんなやつがですね、こうなるでしょ。すごくない？こうなるんですよ。こういう変換なんですね。だけど実はこれってね、じゃあこの中の全ての数字が大丈夫なのか、大丈夫じゃないんです。これ今日初めて学びなんですけど、足していくらかけていくらっていう数字があるときに、まあちょっとなんでこれが出てくるのねんって感じがするんですけど、足してとかけてっていう数字があったときに、これって初めての方いますか？これ因数分解してこうなりますね。ってことは t は x と y という、実は足してとかけてという数字があるときはこの二次方程式を解けば求められます。でこれ x とは入れ替わっても OK だから、例えば x が1で y が2って出たら x が2で y が1という答えもありということです。入れ替わり OK です。入れ替わり OK です。こういう条件とかついてなければ OK です。要するに x と y は入れ替わることができる。これ対称式って言うんですね。よく問題であったでしょ。 x+y と xy が何の時にある式を求めなさいとかいう問題やってるのは全部これなんです。ですから実はこれはこの二次方程式を解くと xy の組み合わせが全部出ます。出ます。ところがバッとちょっとこれ消しますね。これは二次方程式なんで、この実数でやるといけない。実数って話、これが解を持たないといけないでしょ。これ解持たない時はこういう時があるでしょ。こういう時どういう時なの？これが t でこうなったら解あります？なんで解がない時はどうなってるんですか？それは分かってますね。接してるところは解ですからね。解の公式にしたらここはどうなるんですか？ゼロ。ゼロだったらこうだよね。こうだよ。そう、マイナスだよね。ということはこれの中を判別式って言ったんだよね。これちょっと喋っちゃったけど、判別式がどうなるの？マイナスだったらこうなるってことだよね。で今それじゃダメなんだよな。今はこれが答えが出るようにしないといけないから、ということはこうならないと思うんだよ。ということはここは正か0。ということは判別式は0以上。ということはこれも条件として入れないといけない。わかる？ちょっと話が飛んだけど、かけてと足してっていうのがあるときはどうやって求めるかっていうと、この二次関数を解けば解けるんだ。さあその二次関数を解けばいいんだけど、解けない時はそういえばあったねと。でそういう時があったで、解けない時はそういえばこうだったよね。ちょっとすいません、これ頭悪いんで消しますね。はい、でこういう時ってそういえばルートなんかが負だったよねってことは判別式は負だね。これダメなんです。こういう時はないと思います。わかります？要するにこの中の範囲の中でダメな組み合わせがあるんですよ。いわゆる虚数になるやつ。分かってくれてます？だからそれを除外しないといけないなってなって、じゃあどうすればいいかというと、今この赤で書いたいい時なんですね。いい時はこういう時、こういう時は答えになるわけ、これが x1 に組み合わせになるわけです。でそれは正か0なんですよ。もちろんこれもいいんですよ。こういう時もいいわけですよ。これも同じ値3が2つみたいなもんですね。だから3たす3と 3×3 みたいな関係ね。で次こうなって判別式が0以上っていう範囲は OK なんです。そしたらどうなるかというと、今、これ見てこの式って t マイナスラージ xt プラス y かな、こうなってるんですね。ですね、大丈夫ですね、こうですね。そしたらこの判別式は、はい、言ってうん、まあ正確に書くとマイナス x の2乗かな、はい、マイナス4AC だろ、うん、危ないな。でこれが0以上じゃないとまずいからね。だから今度はこの範囲もここに書かないといけない、この範囲。そしたらこれってどうなるかというと、すいません行ったり来たり申し訳ないんですけど、 x マイナス 4y が0以上とこうかで4分の 1x こうなりますか。そしたらどうなるかというと、4分の1だから少し太った図を書かないといけないんで、こんなやつですか、こんなやつなんでしょですね。そしてまた、まあ、下だからっていうのもありますけど、まあ例えば 0-3 を入れたらいいですね。ここに 0-3、この値 0-3 入れてみたらマイナス3 4分の1の0の2乗だから、これは OK ですね、大丈夫ですね。0以下だから大丈夫ですね。だからこっち側だってことでこれより下分母になります。そしたら本当はもうこれより下ずらっと書きたいんだけど、かぶったところはここだということになります。だからここら辺の数字、要するにこの赤い数字、この赤いところの数字、ちょっとこの際対象ですよ、ちょっと僕絵心がなかっただけですけど、ここは OK だと。よろしいですか。この部分が答えになります。大丈夫ですね。ということでちょっとこれ図は下手なんですよ、ちゃんと左右対称書いてくださいね。こういうふうにこれが答えの範囲だというふうになります。疑問点ありますか。でね、ともかくね、この辺がもうはっきり言って軌跡を勉強してたら最後のものは実は最後の数ページだからもう忘れるっていうか、ここまで到達しないんだよね。でも一番試験でやるのはこの部分なんで、大体この青でうまくいったと思うけど、まさか赤が登ってくるとは思ってない人が多いわけさ。だから必ず2次になったりしたり足してかけてとかなった時は、だからその一回一回その時のパターンで判別式があるんじゃないかってことを意識してください。要するにどんな数字を取っても、例えばこの辺の数字を例えば取ったとしますよ。この辺の数字を取っちゃうと解が虚推です、解虚推です。だから絶対常に実数になるとは限らないんで、その辺をしっかり理解してほしいなと思います。それとあと今疑問が出たのは、ここの交点はどうやって求めるんですかって話ですけど、この交点はもうちょっとスモールで書きますけど、y イコール x マイナス3と y イコール4分の 1x を連立すれば出ます。で y を消せば出ますので、その辺はあまり深く考えない、まあ計算頑張ってください。でここはちゃんと対象に書いとった方が、僕はちょっとずっと下手ですけど点数になると思います。いいですね、よろしいですか。じゃあ、メモる人はメモってください。そして次をやります。